皆さんこんばんは。本日は LJL2022 サマースプリットデイ6の模様をお送りしております。さあゲーム2ではデトネーションホカスミが勝利いたしました。さあそれではゲーム2振り返ってまいりましょう。リクルーさんお願いします。お願いします。そうですね、結構中盤のところまでは、はい、集団戦のところでホカスミうまくいかない部分とか、逆に SHG がうまくやっ、はい、で4年が集団戦はキャリーするみたいなところもあった、まあ、タリアがキャリーするみたいなところもあったんですけれども、はい、もうバロンのところとか、はい、あたりから一気にこうゲーム状況が変わってですね、はい、その有利をもとに、ドラゴンの獲得、はい、マウンテンソウルの獲得、そしてエルダドラゴンとかああいうような、まあ、次々とオブジェクトを獲得していったというふうな流れになりましたね。はい、まあ、本当中盤以降ですよね。はい、特にフォーカスミ、まあ、序盤のところがやっぱり苦しんでるっていうのはヤトポン選手おっしゃられてましたけれども、はい、本当に中盤からはミスなく進められていたかなというふうに思いますし、はい、まあ、グラフも中盤以降しっかりこう、そうなんですよね、綺麗な形を、はい、でドラフトのところを見ても、はい、結構大まかな軸、最序盤に立てた狙いっていうのはしっかりと遂行できてるなという印象があって、はい、フォーカスミーの狙いとしてはやっぱりカリスタを取った以上はボット強くいって2ドレイク先行するっていうのがまず1個狙いで、そのドレイク有利をポッピーのオブジェクト周りの集団性の強さを生かして、加速させていくっていうのが、はい、まあ、軸に1つ狙いとしてあった。でそれはしっかりと、まあ、ゲーム内容を見ても遂行できてましたよね、はい、まあ、集団戦の勝利か敗北かっていうのは一旦置いといて、はい、でプラスリリアがしっかりとトップレートところの主導権を取るっていうカウンターマッチアップとして用意していた、はい、マキナス選手の名に対してですよね。これもゲーム内見ていくとガンクを1対2でさばいて返すシーンなんていうのもありましたよね、はい、ありましたね。ああいうところできっちりと遂行できていた、はい、フォーカスミーがドラフトの狙い通りゲームを組み上げられていたなという印象がある。ここからもドラフトの流れとしては分かる、はい、ゲームでもありましたね。ナー、はい、に対してリリアカウンターマッチアップなんですね。そのナー、はい、の通常攻撃の射程にリリアの嗅覚噛み合っちゃったりとか、なるほど、移動速度がリリア、はい、どんどん速くなっていく、スキルを当てることによって速くなるので、はい、なかなかこうスキルショットが当たらないんですよね。あ、なるほどなるほど。実際こうブーメラン避けたりとか、はい、あの W のスタンをギリギリでかわしたりとかっていうのもありましたよね。ありましたね、なるほど。そういうのでなかなか長追いつけないっていうのと、リリアが対面 AD の時に初手にフローズンハートを詰めるんですよ、うん、はい、それでダメージをほとんどカットできちゃうので、リリア側がデッドしないでレーンを一生プッシュし続けられる、で押し付けられるんで、ナー側がこうタワー下でなんとかこう CS を取らなきゃいけないっていう状況になりがちで、ゲージを管理できないんですよね、はい、っていうのもちょっと難しいポイントだと思いますね。なるほど、ありがとうございます。ナーに対してね、最適な結果ということですね。そうですね、はい、そしてですね、はい、まあ、ゲーム内のところで、はい、まあ、気になるポイントとしては、はい、やっぱりスニークバロンのところだと思うんですよね。そうですね、まあ、カリスタを取っているんで、まあ、当然警戒しなければいけないポイントではあるんですけれども、はい、じゃあなんであんなにこうすんなりいける確信に至ったのか、はいはいはい、っていうのを、まあ、ちょっと振り返って見ていきたいなと思います、はい、お願いします。まあ、そもそもフォーカスミーのこの状況としてドラゴンが先行していて、バロンとドラゴンで揺さぶって、まあ、ドラゴン取られてもバロン取れればいいよねとかっていう状況が作りやすい場面ではあったんですけれども、はい、エビ選手がまずボットをプッシュしてミッドレーンに合流することによって、まあ、直前までキナス選手がここミッドレーンにいたんですけれども、入れ替わる形でミッドレーン入っていって時間帯的にバロンができる状況で、ミッドサイド5対4の状況を作り出している。でミッドレーンのプッシュをエビ選手が手伝うことによってサポートとジャングルが空いたので、トップサイドのリバーのコントロールからどん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 トップにプレッシャーかけていってヨネを下がらす。で今度はアーリーがフリーになった状況を生かしてバロンの中の視界を確実に取っていく。でこれでバロンの中の視界が確認で取れたのと、スクライヤーブルーもこれボット側で叩くんですね、はい、でそうしたことによってミッドレーナーとトップレーナー SHG が映っている状況でここ立てているので、おそらくジャングラー、まあ、サポート AD キャリー、まあ、誰かがここいるだろうと。でエビ選手がここ見に来た時にブルーバフがないということで、はい、ブルーバフを狩るだけかなり長いしていたということは、状況をリセットしてバロン前に来るのにはかなり時間がかかるだろうということでのバロンスタート。はー、なるほど。でその上でこのポッピーが
スクライブルの上に、スカトルの上ですね、移ったりとかして、まあ、ブラフをかけていくんですけど、もう一度入るときって上側から入るとこれ視界映んないんですね、はい、で実際は入ってるんですけどとかっていう様々ちょっと小技も使いつつ、たださすがにちょっともうミッドレーンに映らなすぎたので SG としてももうやってるだろう、あいるだろう、やってるだろうなっていうのは、まあ、ここからちょっとそうですね、気づくのがかなり遅れたので、はい、もう無理だってことでボットレーンにブランク選手としてはガンクに行って成功はさせはしたんですけど、もうバロンに触るのがちょっと早すぎましたね、フォーカスミ。なるほど、だからもうみんな見えない中で予想の試合が凄まじいってことですよね。お互いに読み合い読み合いしていって、はい、着実にここまで有利を広げていたフォーカスミがその有利をさらに広げることができたという展開でしたね。はい、ということで MVP 決まった模様です。清川さんお願いします。はい、ゲーム2の MVP はエビ選手となりました、はい、おめでとうございます。さあこちらいかがでしょうか。これだけやってても、はい、危ない集団戦はいくつもあったんですよ。ありましたね。特に、まあ、マウンテンソウル取ってもやっぱりヨネが飛び込んできて、うん、あわやっていうシーンがあった。そんな中で、はい、エビ選手のリリアがもうとんでもない存在感をフロントで発揮してましたよね。はい、1人で結構もう4人3人押し返しちゃう、で3人睡眠入れて味方に攻撃させるみたいなシーンもあっただけに、エビ選手の活躍なかったらここまで安定はしてなかったと思いますね。なるほど。でもエビ選手本当に今シーズンたくさんのチャンピオン使ってますよね。本当ですよね、チャンピオンプール広いですよね。はい、はい、ということでエビ選手おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きましてゲーム3アクシーズ VS バーニングコアとなりますが、こちら注目ポイントはどの辺になるでしょうか。ここまでのところで、まあ、バーニングコアが、はい、まあ、ユイ選手が ID キャリーになってからドラフトのところでの仕掛けだったりとか、はい、がかなりこう奇抜なものも増えてきつつある。特にそういった戦術をしたときに必ずそのセオリー通りしっかりと組み上げて試合をスノーボールさせるっていう展開ができてるんですよね、はい、先日のトリンダメの試合なんかがまさに印象的でした。はい、あんまりトリンダメミットメタ上には上がってきてないピックの中で 1-3-1 の構成しっかり作り上げてもう綺麗にスノーボールしきりましたよね。逆にアクシズからすると、まあ、レートゲームの構成っていうのはしっかりと組み上げられる、はい、そして展開を作り上げられるんですけど、序盤で崩れた時にやっぱりこうカムバックがなかなか難しいっていう展開が続いている中で、バーニングコア、まあ、先週のような構成序盤から崩して 1-3-1 の構成みたいなところを取られるとアクシズとしては太刀打ちが難しいので、なるほど、しっかりとこの2日間3日間かけて修正ができているのかっていうのは本当に重要だと思いますね、うん、なるほど、そこのポイント修正できているのかというところを注目して皆様ご覧いただきましょう。それでは参りましょう、ゲーム3まもなくです。さあ続きましてゲーム3アクシズ VS バーニングコアの試合の模様をお届けいたします。さあリルさん、こちら注目は。そうですね、まあ、セラフィーン今メタのチャンピオンということを考えると、まあ、バーニングコアはミッドボットどちらでも使っていきそうだなと。アクシズに関してはどちらかというと、まあ、ミッド運用はありそう、 AD キャリーはどうかなっていう感じがあるので、まあ、今日なんか全試合バンされそうな雰囲気も出てきましたが、うん、まあ、使うのであればそのあたりかなっていう感じはしてますね。ジャングラーも結構キャリータイプですけど、ベルベスですか。ベルベス、まあ、ありそうですよね、このチームは。なんかちょっと狙いそうな感じもしますが、うん、まあ、そうなるとサイドの選択権があるのがアクシズなので、いやとはいえファーストピックで取らなきゃいけないかっていうとそうでもないので、4号でミッドジャングルのコンボで取るか、まあ、ブルーサイドであれば 2-3 レッドの方が取りやすいですか。レッドの方がこう最後まで構成見ながらっていうことはしやすいかなっていう感じもしますね。まあ、最後までジャングル空いてたら気になりそうな感じはしますけどね。まあ、4号でバーンされるっていう可能性はね十分ありますよ ね、 ありますね。さあそのあたりも注目しながらまずはスターター見ていきましょう。まずはアクシズのスターターです。トップイエローヨッシー、ジャングルスワンプ、ミッドメグミン、ADC サンチュ、サポートオズカとなっています。続きましてバーニングコアのスターターです。トップレイファーキー、ジャングルフローレス、ミッドダイス、 ADC ユーヒ、サポートルーザーとなっています。それではゲーム3の注目選手見ていきましょう。イエローヨッシー、そしてレイファーキー、
トップレーンですね。これ両チームのトップレーンはかなりタイプが対照的で、レイパッキー選手に関してはこうやっぱりスプリットブッシュが強いチャンピオンっていうのを好んでピックする傾向は強いなという感じはしてるんですね。それに対してイエローヨッシー選手はかなり集団戦に重きを置いた単系のチャンピオンっていうのを得意としているという中で、そういったマッチアップでどちらが特にこう中盤ではサイド主導権を握っていくのかというところは一つ注目点になると思いますね。あとこのレイファーキー選手のスタッツがまあ見ても分かるとおり素晴らしくてですね、圧倒的、まあ、使ってるチャンピオンもあると思うんですが、その DPM1 位、まあ、LGL のトップレーン DPM1 位といえばエビ選手なんですけれど、そこを超えてやっぱりそのあたりはこの下のゴールドディファレンスというところでしっかりとレーンフェーズでゴールの差が作れている、中盤のところにもそれが生きてきて装備が整っているからこそ集団戦でも高いパフォーマンスを出しているというところはしっかりとつながっていると思いますね。その今のメタルトップにそのキャリーが置けるっていう中で、そこ場にこうかなりレイファーキー選手を生かしているという感じがしますよね。なので本当にまあチームのスタイルもかなり違いがある両チーム、どんなドラフトを組み上げるのかっていうのが楽しみですね。イエローヨッシー選手はもうお話もありました、本当に集団戦というところですから、うん、やっぱりセジュアニーであったりな、あとは得意のホッピーっていうのがこれまでのところ多いですからね、うん、さあそれではドラフトの方を見ていきたいと思います。 LJL2022 サマースプリットバンピックパワードバイマウスコンピューター、マウスコンピューターのゲーミングブランド G-TUNE とともにお届けいたします。アクシズレッドサイド選択です。ブルーサイドがバーニンコア。11.11 とやはり比較すると OP なチャンピオンっていうのがある程度ナーフされてくれたので、必ずしもこうブルーの方が有利っていうわけでもなくなってきていると思うんですよね。ただとはいえやっぱり強いチャンピオンもまだまだ残ってますから、こう何を狙いにしているのかっていうのが楽しみですね。ポッピー、レナータグラスク、ルシアンの番はバーニングコア、アクシズはセナ、ダリウス、そしてうおーベルベスバーンしましたが、ただセラフィーが来ましたよ。そうですね、ベルベス見たかっただけにちょっと残念ですが、でもやっぱり警戒しましたね。逆にセラフィー見れるのであれば、まあ、それはそれでって感じはしますけどね。セラフィーのファーストピックの価値があるんですよね。あると思います。ただウーコンがいてると、そうなんですよね、まあ、この辺は結構チーム判断というか、まあ優先するのに違いは出るかなっていう感じはしますね。ただウーコンセラフィーンでこう狙ったみたいな、めちゃくちゃ強いですよ。あ、そうですね、どちらか、はい、相手に選ばせて空いた方をと、なんでしょう今のは、レグミンにゼド使えよっていういよいよ時間のプレッシャーなんでしょうか。ちょっとビクッとしましたけど、結構遅めのピックでしたからね。うん、マジであるんじゃないかなって一生思っちゃいましたね。まああるにしてももうちょっと後ろ、そうですね、でもせめてミッドレーダー見てからとかがいいですね。さあまずはゼリー、そしてとなるとセラフィーはまあミッド運用しかない、ただまあアクシー使うのであればやっぱりミッドかなっていう感じがするので、取るならここ、取らない、おなとなるとウーコンセラフィーも強いですよ。空港にとりあえず突っ込んでもらって、でそこを起点にしながらやっぱり味方チャンピオンか敵チャンピオンに当たると射程が倍々で伸びていくので、空港に飛び込ませる、そこをめがけてアルティメット、まあ避けようがないですよね、ほとんどのシーンで。さあカリスタ、ガングプランク届いてきました。おとなるとこれガングプランクも込みでやっぱりボットレーのところかなり強く見たドラフト組んでますよね。カリスタ空港っていうのはあったと思うんですけれど、はい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 、今だとジャングル運用の方が圧倒的に強いと思います。やっぱ価値がその方が高いですか。うん、圧倒的に高いですね。さあアクシズの3つ目はレオーナにしましたね。なんかノーチラスがよくカリスタのねカウンターとしてサポートで置くのであればよくあります。そうですね、アルティメットもこうやっぱりステップで逃げ足が速いチャンピオンなので、レオナだとスキルショットの勝負でこう不利になりやすいというところで確定 CC のノーチ取ることが多いんですが、まあ、対処してアルティメットありますからね。だからそこは、まあ、あえて取らず、そして消してバンフェーズ2ノーチラス後期と進みます。あとやっぱり気になるのが先ほども出たアムム、どうするかですね。ああ、ラカン。アジールか、まあ、メグミン一つ、今シーズンいいパフォーマンス見せるピックでもありますが、あと何かありますかね。まあ、セラフィンは、ちょっとこれはもう両方考えないのか、それともミッド運用であればまだピックはできる。トランドル。
面白いのが両チームともあまり評価していないようなドラフトの進行になってますね。まあ結構リージョンによって違ったりはしますけどね。もちろんそうですね、あの 12.11 からなんなら LEC とかだとね、ユーミがめちゃくちゃ評価高かったりとかっていう違いがあったりするんですが、やっぱり集団戦重きを置くチームほど使い勝手がいいチャンピオンなんじゃないかなという感じはしているので、可能性は残ってますね。アクシズここでビエゴですから、対面先に見てからっていうのは考えてるかもしれないですね。おお、サイラス、まあダイス得意チャンピオンですから、ブラインドですが抑えていきました。そしてカリスター・アリスターにしますか。あーっと、おお、ルーザー得意チャンピオンですね。ここで出してくるんですね。そのメタ的にちょっと出しづらいかなみたいな話を前回ちょうどリーさんにしてもらったと思うんですが、合わせがカリスタだとまた変わるんですかね。まあ一つ変わるところとしては、基本的にはパイクの強みってロームだと思うんですが、横にカリスタやドレイブを置くとフックからのキルレーンを狙えるコンビネーションになるんですよね。なので今回はロームというよりは本当にフックからのキルを狙ったパイク運用。ただ、はい、レオナ相手だとレオナがなかなかキルラインに入りづらいチャンピオンでもあるので、硬いんですよね。そのあたりいこうか。アリスターの方がベターピックというのも、練習動権が取った上でタワーダイブする際にアリスターってめちゃくちゃ強いじゃないですか、はい、ガングプランクのアルティメット回せれるというところで、より確実な選択肢、あとレオナが仕掛けてきてもこうアリスターだったら守りやすいよねっていうのもあるのでだったと思うんですが、まあ、攻めたピックですよね。まあ、多分3、4コーチと話したんでしょうね、あの時間ででしょうね。まあ、おそらくスクリームでも試していて感触良かったというのもあると思いますね。まあ、得意ピックですからこれはちょっと注目ですよね。注目せざるを得ないですよね。これその今のパイクどうなんですか。やっぱりその連戦で狙い通り、やっぱりそのカリスタと一緒に連しっかりと勝てる状況を作っていかないと苦しくなってくるんですか。まあ、カリスタがちょっと苦しくなりますよね。基本的にやっぱり、まあ、ルシアンほどとは言えないですが、連勝たないと影響力をなくしていくタイプのチャンピオンなので、まあお留守番させられてパイクがロームするってなると当然ディキャリーへこんでしまうと、そこはあんまり避けたいですよね。まあ、ただかなりオールイン気味なのでパイクがこうアルティメットを回るっていうのは集団戦ではかなり活躍できそうですね。あとはこうボットダイブのシチュエーションを作るためにダイスのレーン有利を取りたいというところではワンポイントでこうロームさせて、サイラスもガンカワス非常に得意ですから、まあ、ところどころワンキル狙うっていうのは考えられますね。さあそれではゲーム3見ていきましょう。さあ始まりました LGL2022 サマースプリットデイ6ゲーム3、アクシズ VS バーニングコアの試合スタートです。さあフローレスとレイファーキーが合流してトップサイドワードの確認まで行っていきましたね。ルーザーがリコールしていますが、あーなるほど、レンにワード置いてからのトリンケット切り替えとなっています。さあキーストーンはこのように、まあ、オスカーはグレーシャル選択なのでドラフトのところで話したよりもレオナは狙いやすい形になってますね。アフターショックだと硬いのでちょっと狙いづらい。そうですね、まあ、フックしたとしても9で返されて E で乗り越えたとしても3入る前にこう E でついていくみたいな逃げ方がレオナできるので、それ以上に、まあ、自分たちのガンクであったりだとか、まあ、集団戦のところを意識したようなオズカのこうルーン選択になってますが、おっとフラッシュインからボンスキは産地に当ててフラッシュトレードレベル1、すごい勢いでしたね。まあ、これはやり込んでますね、このワンプレイは間違いなく。サポートのフラッシュトレードならいいんですね。十分、基本的にはこの後狙っていきたいのって、まあ、やっぱりフックからいいのコンボでの仕掛けなので、まあ、そこまでパイクにとってバイアスはない。イグナイトまで使ってきましたね。フラッシュを使わせるためですね、ここは。なるほど。さあ、サンチュはフラッシュがダウン、イグゾーストは残しています。
夕日はクレンズフラッシュ、メグミンプッシュからラプター前にワードをセット、これはバーニンコア予想できていそうです。フローレスは体を隠しながらレッドバフに向かったように見えましたね。さあこのプレッシャーボーンスキューはここは当たりませんが、常に狙い続けているフローレスもやってきそうだ。ワードは置いてありますね。どちらかというとバーニングコアとしてはここからプッシュレーンで、まあ、タワシャでも仕掛けていきたいという思いがあるでしょうから、ユヒルーザーが安心してレーンを行えるようにフローレスとカバーという形だと思いますね。あーこれで確認しましたね。バレましたね。ちょうどダイスもレーンを押し返したタイミングでした。ボットサイドのスカトルはバニコアが抑えます。これ一般的なバイクであればフックプレッシャーで相手を下がらせて、こうやってプッシュしきったタイミングでミッドローム、はい、っていうのが一般的なんですが、今回はやっぱりカリスタを勝たせなければいけないというところがありますから、やっぱレーンに居座り続ける、居座るとなるとフック精度がかなり重要になりますよね。まあ、レベル1あれやってきましたからかなり警戒もされてるでしょうね。されてますね。はい、アクシズとしては、まあ、やはり集団戦を重きに置いた構成ですか。かなりレートゲームに強いチャンピオンっていうのが揃ってますよね。その分ここはスワンプをフローレスが迎えす形、すでにスカトルを抑えられていました。イエローシーがトップのコントロールを取っていますが、スワンプの手かなり削られているぞ。イエローシーの寄りがかなり遅い。もう一度当たれればというタイミング、フラッシュからE、そしてタワーダイブ、ファーストブラッドフローレスソロキルになりました。しかもイエローヨッシーなーだと今の追いかけて倒すのは難しいので、これはフローレスナイス判断でしたね。ちょっと早めにコミュニケーション取りたかったシーンですかね今のは。そうですね。ただまあ状況的にリプレイです、諦めるんじゃないかというところもあったと思うので、まあ、大丈夫という判断だったと思うんですが、先に準備していた分だけここダイスも早く寄ってますし、スワンプとしてはまあ逃げるしかここの選択肢ないですよね。トップの主導権取っているのでイエローしかこのタイミングで寄ってきてくれていれば助かった可能性十分あったとは思うんですが、ここから E のクールタイム待ってですよね。フラッシュでフラッシュを使わせて E で追いかけると。さあファーストブラッドはフローレスです。フラッシュがない。ボンスキューは狙っていきますが、サンチューマークブリンクアウト。まあアクシーズのボトレ、サンチューとしてはもうこの形をずっと続けながらなんとか中盤が来るのを待つと。ここにスワンプ寄ってきます。トリンケットを回しながらバレてはいないか。ゼニスブレード捉えたのは夕日、すぐさまクレンズを発動、イグナイトフラッシュアウトで、そのタイミングスワンプが入ってくる。猛者の引き波スタンをオズカに当てながらルーザー下がっていきます。ただこれでクレンズだけでなくフラッシュまで落とさせたので、これまでのようにルーザーが一方的なプレッシャーを作るというのは難しくなりましたね。フローレスがリバーで待っているが、コントロワードでオズカは気づきました。まだ近くにはスワンプもいます。ミッドレーンはお互いレベル6。スワンプがブッシュから入り込みそうだ。バーニンコア側の視界はありません。フローレスは離れていっていますね。さあ仕掛けてくるか。イコール中断にはなりましたが、今のワンフック3中としては当たっても面白かったですけどね。そうですね、こうカリスタしか狙いどころがないので、いかにこうカリスタを前に持ってこさせてオズカのスキルを当てるのかというのが重要な場面だっただけに、まあ、ただちょっとフローレスの位置も確定してないのでちょっと怖さもありましたか。さあダイスがトップサイドにプレッシャーをかけてはいましたが、これは視界維持的でしたが抑えられていました。さあヘラルドまで45秒というところです。バーニングコアが狙っていきたいヘラルドになるでしょうか。そうですね、このタイミング的にもこうリコールして寄っていくというのは
かなり綺麗なタイミングにはなりますが、スワンプの位置も今ワードで見えてますね。今小塚さん地はレーンに到達という状況でしょう。レイファーキートップレーンしっかりと買ってタワープレートを削っています。 CS さんもかなり開いている。気づけば3ウェーブ分ぐらいついてますか。これここでタワー下のウェーブ到達で回収できると思うんですが、それでも開いてますね。ただアクシーズのボットではやはり先にリコールタイミング作れたので、ボットウェーブプッシュから2人で寄ってますね。ユヒはレンに行きました。さあこのタイミングスワンプ相手の陣地からフロレスに仕掛けるような形、アルティメットを使わせた。さあイエローシー上からやってくるメガナーゲージもあと少し飛び込んでいって、おっとプラスト噛み合った。フローレスこれを逃げ出す。ただこれでフローレス先導不能なのでヘラルドアクシーズが抑えそうですね。まんま先ほどフローレスにやられたことをスワンプがやり返したような形になりましたね。そうなりましたね。さあダイスに対してデニスブレード、これは決まったのはルーザーだ。一斉砲撃のカウンター、ソーラーフレアをダイスが乗っ取ったぞ。これによってヘラルドちょっと時間かかってしまっている。ダイスが寄ってきてプレッシャーをかけてはいく。瞳の回収許さない。ソーラーフレアかすっているのはメグミンだ。デファギアタルゼゾーニング、瞳を守る瞳を守る、取らせない動き、これはアクシズ近寄れません。まあ、一応は序盤に有利を作りたいのがバーニンコア、アクシズとしては耐えたいマッチアップなので、まあ、渡さなかった、そう渡さなかったというだけでかなり利点は大きいですね。ミッドレーンにも戻ることができませんでしたから、タワープレートを1枚これで削ることができそうです。バーニンコア夕日ダイスにゴールドが入りました。さあドラゴンもまだお互い抑えていませんが、まあ、ヘラルドがなくなったのでボット主導権が取れそうなバーニンフォアが次ドラゴンを抑えていく側になってくるかなと思いますね。ユーキのクレンズも上がりましたし、まあ、そこまで先ほど前と違ってこうガンクや2体というの仕掛けというのを警戒する必要もなくなりましたからね。アクセスが苦しい中で先にスワンプがこうセットアップしていただくことによってヘラルド取らせなかったっていうのいいアクションでしたね。いいアクションでした。あとやっぱりボットレーンが瞬間的に主導権を取ってくれたというところもあって、メトリ2対4の人数状況になってましたからね。おっとこれは猛者の秘密使いながらボーンスキュア、オズカをうまく捕まえた。フラッシュありません。たっぷりと槍を刺しながら最後皆底からの強襲でルーザーキルを獲得です。そのままフローレスがダイスとともにスカトルを抑えることになりそうです。リプレイです。先ほどの集団戦にフラッシュがない、ミッドからボットに寄ってくるところ、綺麗なトラップでしたね。トラップでしたね。さあリプレイ戻ってきてスワンプちょっとスティール狙っているような立ち位置でした。ここはしっかりとフローレスが抑えました。そのまま集団戦、サンチュは一度距離を取っている。捕まっているのはオズカ、スワンプがうまくダイスを引きつけてはいましたがダメージは足りない。メグミン、ここはアルティメットを乗っ取られたので少しゾーニングをされているか。サンチュ追いかけますがダメージ足りません。1キル、そしてドラゴンの獲得バーニングコアです。今のシーン確かにアクシーズ狙いたいところとしては一番柔らかいのがパイクなので捕まえることができれば大きいようにも見えるんですが、はい、やはり相方がカリッサというところもあってそこにリソースを使ってレオナが飛び込んでしまうと当然このようにカウンターされてしまいますよね。バーニングコアこれで、まあ、入れたいところにゴールドが入り始めていると言うべきですかね。そうなってますね。さあルーザーも動き始めました。モビリティブーツの購入です。なんか最近だと珍しいような、かなり珍しいですよね。前はもう売れに売れてましたけどね。序盤にやっぱりロームロームでこう有利をどこかで作りに行こうっていうのが以前のメタでしたが、今はやっぱりどっしり構えてしっかりファームしたいというところが増えてますからね。バーニングコアとしてはやはりこうアクションアクションとスノーボールを狙っていくことになるんでしょうか。そうなってますね。そろそろダイスがサイドに動いてもいい時間帯だと思うので、うん、
まあ、ミッドジャングル、フローレスと一緒に主導権握りながら、このボットレーンのところにタワープレッシャーかけていきたいですよね。いやー、この敵からエバーフロスト使って無知のダメージまできっちり入れてきますね。今で7割持っていかれてますからね。テレポート使った後なんですよ、めぐみん。これでめぐみんとしてはこう強気にウェーブクリアしに行くことも難しいですし、おーとかルーザーここで動き回ってますね。使えますか。さあイエローヨッシーの後ろにはフローレス、コントロールアウトはトライブッシュにありました。破壊されてないということで、これ おそらく別のルートから入ってますね。ブラストコーンでしょうか。一斉をギクルダム上がっています。タルの破壊はイロシを行えなかった。ダメージ与えられています。増援技から飛び込んでいく。ミニナーからメガにはなれない。フローレスがそのままキルを獲得です。今のシムレイパーキー選手の個人技の高さが光りましたね。フローレスがガンクセットアプリ来てくれていて、プッシュができているタイミングなので、こういかに適切に相手の体力を削るのかというのがタワーダイブの成否を決めるんですが、完璧でしたよね。はい、イエローシもタル壊そうとしたんですからね。うーん、2連で当てて4枚ですよ。これでトップの有利は確定しましたね。14分タワープレートがなくなるこの時間で約4000ゴールド差作り出しました。バリンコは構成的にもまあ十分ですよね。ファーストヘラルド取れなかったとはいえ、まあ元々のプラン通りのゲーム展開というのはバリンコは作り出してますね。トリニティフォースがレイファーキー完成しました。ヘラルドは10秒ほど、インファーナルは1分20秒ほどです。アクシズどう立ち回るべきですか。こうなるとアクシズとしては、まあ、ファーストヘラルドを渡すとミッドのタワーが危うくはなるんですが、セカンドヘラルドですかね。あ、セカンドヘラルドですね。ただこのタイミングで真っ向から集団戦する方がちょっとリスク高いかなと思うので、相手が人数かけてくるのを見てからこうヘラルドギブしながらミッドのタワートレードしに行くような形でもいいと思いますね。フローレスの位置分かりましたね。あーでもリバー入っていきますよ。ウタラショックレーザー使いながら視界を抑えてワードも置いた。スカトルのコントロールを取っているのはバーニングコア。ダイスがトップレーンをプッシュした後に降りてくる。一斉砲撃、レイファーキー上がっています。さらには寄る動きも見せている。ミッドレーンプッシュからコントローラーの破壊成功は夕日。これやはりリバーは今メガナーなので、はい、当たるのであれば今だったんですが、ミニナーになるともう諦めざるを得ないですね。ヘラルドを行っています。いや、演技するか。ボーンスキュアは当たっていない。瞳を壊した後のソラフレア、このタイミング一気に突っ込んでいくのはフローレス。ソラフレア捕まっているのは偽物だ。ウタショックレーザー狙いました。フローレスここもかわしています。デッドはしていません。アクシズもデッドはしていません。ブレイクした後ヘラルドはリセットになりました。ちょっとミスコミュニケーションですかね。フローレスはエンゲージしましたね。当然レイファーキーも合わせてはいたんですが、ダイス、ユヒがちょっとタイミング合ってなかったですよね。体力は削られてしまったということでイコールにアクシズ入っています。イエローヨシもなんならちょっと危険な体力ですね。ここで改めてバーニングコアがヘラルドを削り直す。霧を展開しスワンプ様子伺っていますが、この物資の視界がない。オズカコントロールを置いた瞬間、ボスキュアからのエバーフロストはフラッシュアウトで逃げることはできていますが、ラチは当たらない。ヘラルドの獲得はバーニングコアです。これで、まあ、ドラゴンに向けて一度リセットタイミングを作りつつ、ミッドにヘラルドを出してと、セカンドドラゴンまでは確実にバーニングコアが抑えていきそうですね。ドラゴンマップしていたんですが、アクシズもかなりヘラルドを見ましたね。そうですね、やっぱりゲーム進められたくないという意識が強かったのかなって感じはしましたね。さあこれで両チームが、まあ、ドラゴンを狙うのであれば共に準備しなければいけない状況にはなっています。
ただまあ先ほどヘラルド諦めた方がいいといった状況からほとんど変わってはないので、うん、まあ、ここも2つ目のまだドラゴンタイミングですし、ギブしてまずは装備整えるというところを優先しますね。ボットプレッシャーでイエローヨッシーも立ち位置下げられています。ドラゴンの獲得のコールが流れてバーニコは獲得となりました。オーシャンソウルです。今回はバーニーコアとしては基本的にはこのままドラゴンをストレートでスタックしていってウィークコンディションを作ると。さあダイスが隠れているがメグビン警戒はしているか。どうだ、ブッシュには近づいてはいませんが、さあここでボールアーチから接敵、エヴァーフロストステップでかわした、一斉砲撃、上から降ってくる、グラビティフィールドで捕まえているんですが、乗っ取られたカオスストームとともにダイスが待っていました。そのままキル獲得はダイス、フラッシュもない状況で一斉砲撃まで使われるとちょっとどうしようもないですね。さあヘラルドをミッドレーンにバーニコアが召喚、3人のプレッシャーでそのまま破壊となります。レッドチームのタワーが破壊されました。うまく隠れていましたねダイス。あ、そしてボットレーンもレイファーキーがアウタータワー破壊に成功です。ランクフランクレベル13、9のスキルと E のスキルがレベルマックスになるタイミングなので、まあ、ここからが完全パワースパイクと言えると思いますね。コレクターもできました。リプレイです。まあ、アクシズとしては相手がドラゴンをやっていたというところもあるので、まあ、早くファーボーしてこう中盤のところで稼ぎに行きたかったんですが、そこを見透かしたようにトラップ仕掛けてましたね。めぐみもうまくステップ踏んではいるんですが、もうあの距離に入られてしまって一斉砲撃振ってきたらどうしようもないですよね。さあ先ほどのゲームでは、まあ、カリスタを一つ生かした素早いバロンというのもありましたが、今回はどうなるか。バロンまで20秒です。まあ、今回のバニーコアとしては狙っても面白いんですが、はい、あまりフロントと言えるチャンピオンがいないので、何かあった時はかなりこうリスクが高くなりますよね、うん、それ以上に、まあ、ドラゴンソウルも非常に強力ですし、基本的にはこのままゲームを進めていくと思いますね。さあ全てのアウタータワーが破壊されたということで、ここからアクシズかなり視界を抑えるのは難しくなってくる。まだタワー1本も破壊ができていません。バロンのプレッシャーも与えつつ、バニコアとしては結構ファイトも見ていいんですかね。そうですね、ビジョンゴンドローのところでこうやって小競り合い狙ってくるのであれば、おとゼニスブレード伸ばしたタイミング、ボーンスケアからの乗り低め、やはりこれを狙ってくる、先編部ノックアップ、さらには一斉砲撃、ゾーニングだ。フローレスは逃げ延びている、もう一度ノックアップ、ここはスワンプ逃すまいとフラッシングから仕掛けていきました。乗っ取ったウンコの体を使って夕日に対して接敵していきますが、うまく夕日ステップで逃げる。最後はルーザーが CC でカバーをしながらのキル獲得です。レイファーギーテレポートからタルオ爆発、30にフラッシュ使わせました。ダイス乗っ取ったのはメガナ、これがめちゃくちゃ強いんですが、アクセスとしては一旦距離を置いているか。いやこれはさすがに位置は見えていました。リコールになりますね。まあ、ニコアとしては視界の奪い合いのところで、まあ、相手が仕掛けてくるのをうまく引き込んでの集団戦となりましたね。ただやっぱりフローレスが落とされてしまったっていう状況があるので、もう何キル取ったとしてもなかなかバロンにつながりづらいシチュエーションでしたよね、うん、なのでレイファーキーのテレポート温存した状態でこうボットのインナー前狙うようなアクションが理想ではありましたね。リプレイです。ここは 2-2 の睨み合いで結構相手も仕掛けてくる素振り見せていたので、わざと引き込んで仕掛けてきたレオナから倒していくと。フローレスの逃げ方もかなりうまかったんですが、まあ、スワップフラッシュを使って追撃、夕日のステップも非常に見事でしたね。見事でしたね。そしてこれですよね、まあ、ここ確かにもう2キル取れるとバロンは確定でしたよね。そうですね、まあ、これどうなんでしょう、レイファーキーのテレポート使わせたという側面はあるんですかね。若干はありますね。
さあ3つ目のドラゴン10秒です。ダイスが横から狙っている。ボスケはオズカが捕まった。そしてとんでもないダメージを食らってしまう。乗っ取ったソラフレアは山頂を捉えている。さらには上から一斉攻撃、ラッチを当てて捕まえた。アルティメット点火の瞬間、フローレルその1000分目でそのままデッド。ただここは孤立したところをスワンプが打ち取る形。そこからビエゴスキルが回るか。いや、ここは止められてしまった。引き裂く一本で夕日のキルになります。ランページコールだ。4キル獲得。バニコアオズカの完璧なフックから一気に仕掛けていきましたね。そしてドラゴンですね。あ、それルーザーのフックですね。あ、ルーザーですね。ここのシーンも、まあ、フローレスが生きていればドラゴンよりはバロンなのかなっていうシーンでしたが、まあ、スマイトがない状態でビクターが敵にまだ残っているというところで安全にドラゴンを重ねてきましたね。リプレイです。ミッドの主導権争い、ドラゴンに対してアクシズも抵抗の姿勢を見せるんですが、今回アクシズの構成的にコルザーとしては誰をフックしてもいいというようなマッチアップになってますから、しっかりと当たる範囲のプレイヤーをフックして追撃はダイスに任せるというところで綺麗な手段性の形を作ってきましたね。おっと、リプレイから戻ったところフローレスがやや捕まっていました。ルーザーがカバーしている。ソーラーフレアかすってスローになる。ここでサンチの攻撃が届いてフローレスを落とすことに成功しました。ジャングラーを落としてそのまますぐさまバロンに触る。歩いてレイファーキー寄ってきてはいますが時間かかる。一斉のクールダウンも上がっていない。イエローシー仕掛けにいてユーヒを捕まえた。スタン決まってウルトラショックレーザーも届いている。これスワップが前へ、ユーヒ刈り取れるか。ただし宿命の用語を使ってうまくルーザーが2人をノックアップ、距離を取ることに成功。ただしサンジここはライトニングクラッシュを使ったレイファーキーに設定しますが、レイファーキーも強い。ここはなんとか相手を返すことです。そして港からの空襲で1キル獲得。ただしイエローヨッシーを返している。まだ乱戦が続くか。一斉砲撃の中からの追撃はサンジ体力が減っていますが、観光一等はここは夕日届かない。サンチステップでかわしました。もう一度ラチ、お互いにステップを踏みながらですが一度ブレイクです。アクシズ千載一遇のチャンスでしたよね。こうフローレスがビジョンを取りに来る。ただトップを今押しているダイスとターンは合っていないので、はい、こう瞬間的な人数差をアクシズ側が作り出してるんですよね。レインファーキーもテレポートがないのがここ効いてましたよね。効いてましたね。これでジャングルを落とせたのでバロンプレッシャーをかけていくと、ここまでの判断は非常に見事でしたね。これ捕まえた対象の夕日をサクッと落とせていれば、いや、ここのノックアップが、いやー、3対5の状況だっただけに本当に紙一重の攻防になりましたね。いや、これ夕日落としたら全然違いますよね。全然状況は違ってましたね。ただやっぱり例のところからしっかりゴールドを稼いでいるだけあって、ちょっとこのレイファーキーの集団戦でのプレッシャーがすごいことになってますね。サンチがあの形で触れたので落とせるのかなと思ったらダメージが大きすぎてちょっとこれは無理だなってなってましたよね。いや、ここまで育ってなければこうゼリーのパワーであればなんとなく落としてもうワンバロントライできたんですが、今のはレイファーキーがチームを救いましたね。さあ現在のゴールド状況ですが、カリスタよりもレイファーキーがゴールドを持っていると。対面と4000ゴールド差、 1.5 フォア分になりますね。全体の差1万ゴールドですか。届きそうですね。バニンコア、そして1分40秒後にドラゴンソウルのファイトです。わお、すごいダメージになってきましたね。ただ一発でもうウェブクリアが簡単に行える。まあこれまでの夏の LJ 見ていても殺し合い見ていてもレイファーキーの垂れさばき非常にいいですから、本当に綺麗ですよね。これは怖いですよ。さあ次のドラゴンの場面ではこの樽に真っ向から向かい合わないといけませんからね。かなり姿を消してトラップを張っていましたが、ブートリンケットでバロンやってないぞということは確認できました。そしてドラゴンに備えてでしょうか、リコールです。
テレポートでダイスがボットレーンに向かいました。残り42秒ほど、ポットのミニをプッシュ。さあリバーに陣取ることはできているが、ダイスがここから姿を隠しながら近づいてきている。スカトルのコントロールはアクシズが取れています。イエロヨッシープンスコゲージ貯められるでしょうか。テックスラッシュ使いながらオズがプレッシャーをかける。ただレーザーがここでブッシュの視界を取ることに成功。おーっとメガナ乗っ取った。このオーシャンリフトのブッシュの中近寄っていけるか。あっとイエロヨッシー捕まっていますが、さあメガナになります。エバーフロスト2人ですね。そのまま相手の裏へ裏へとポジションを取っていきます。ダイス横からはレイファーキー、そしてドラゴンがアップしている。視界を消している。ミニナーになるタイミングを見計らってからドラゴン始めましたね。さあミニナーになった。ドラゴンを進めている。相手の位置は分かっているぞ。バーニングコア、ゼニスブレード伸ばしていった先ランの演技ですが、これはサンチュが抑えた。サンチュが抑えた。ただそのまま集団戦バックラインに対してサンチュうまく相手をくぐり抜けながらルーザーに対してフォーカスですが、ブラストコーンでうまく逃げていった。めぐみもフラッシュアウトです。イエローヨッシーはまだゲージには時間かかる。ドラゴンピットの中で隠れていたんですが、オーズがここで捕まりました。キルは 1-1。 ドラゴンもなんとかサンチュが抑えてソウルの獲得は防ぎました。アクシズこの一連のファイトはアクシズがよくさばきましたね。バーニングコアとしてはどちらかというとドラゴンソウルを確実に取るというよりはおとりにし集団戦をしようという狙いだったんですよね。バックラインもかなり狙ってましたよ ね、 そうですね。だからこそダイス正面に立ってプレッシャーをかける動きではなく裏からこう忍び寄る選択をしたんですが、ここでフローレスがこれドラゴンをベイトする目的だったのかちょっとわからないですが、中に取り残されてしまったと、いうところをフォーカスされて、あとあまりダイスのこう裏からの入りというのも気に刺さらなかったですね。さあどうやらゲームの方はポーズが入っているようです。さあかなりバーニングコア有利かなという状況の中でドラゴンファイトが行われたんですが、マクシズがまあうまく耐えること成功したと言うべきですかね。そうですね、うん、これでこのあと5分後は先ほどよりも、まあ、よりレート構成が強いアクシズの装備が整ってからのファイトになるので、まあ、若干楽になるというのは間違いないですね。装備が少しでも進むといいんですが、現状だと 2.5 コアですか。ゼリーがそしてビクターが、こちらも 1.5 コアですね。まあ、ボイドスタッフを早めに積んではいるんですが、やっぱりここが3コアになってくるとまた火力としては変わってくる。そうですね、かなり変わってきますね。まあ5分後ですよね。こうなるともう一度アクシズ、まあ、同じ状況をアクシズは乗り越えなければいけない。まあ、バニーコアとしても狙いはかなり面白かったですよね。もう思い切ってドラゴンは捨ててましたね、その上で、うん、より集団戦で相手を複数人絡め取れる状況を作ることに注力した。ただやっぱり細かい部分でズレが発生していたのが、おそらくまあフローレスを含めたドラゴン家庭で3人は相手をギリギリまで引き込んだ上でさばいて、そこにダイス投入反転していくっていう狙いがあったとは思うんですが、そのさばくというところをさばきれなかった結果として捕まってしまってフローレスを落とされてしまったので、ギリギリのラインでのこう細かなミスというのがちょっと発生しましたね。アクシズその構成としてはレートゲーム戦えるパワーあるんですかね。まあ、十分あると思います。ただちょっとレイファーキーがこの育ち方してますからね、ゲームが伸びれば、はい、そこまで有利になるかと言われると先ほどのドラゴンファイトよりはマシになる、うん、ただ、うん、まあ、ちょっとレイファーキー怖すぎるよねっていうのは継続されます ね、 ですね。今のそのガンゲプランク軽い一発でこう声が吹き飛んじゃうので、そう一発光栄がもらうと本当に7割飛んでいくでしょうね。はい、コレクターもあるので本当に一瞬、まあ、あとはそうですね、パイクもいますね。そういえば確かに、なので、まあ、前に出てきたところに軽い一発入ってアルティメット打たれる、もうパイクのキル圏内ですね。まあそのこれからオブジェクト前に
なんとか視界を取りに行かなければいけないという状況が、まあ、確実にアクシズ側に発生しますから、そこでどう入るか。今までもそこをトラップに使われてますからね。まあ、基本的にはこうメガナのアルティメットをどれだけ綺麗にさせるのかというところをまあメインに考えるべきなので、いかにオズカがこう潰れ役になりながらもエロヨッシーが入っていくタイミングを作れるかどうかですね。まあ、もうそうするしかないわけですね。レオナはそうするしかないですね。やっぱりこういう、まあ、やっぱり中盤以降の5対5の集団戦になった時にレオナよりはやっぱりノーチの方が影響力高かったよねっていう風にもなってきますね。ちょっとその捕まえたい対象がいるんですが、なかなか難しいですね、レオナですとこの状況だと。まあ、逆に言うと潰れ役でこう相手の注意を引きつけてナーが入るチャンスを作ればいいので、うん、誰でもいいといえば誰でもいいです、ね、あ、そういう意味だよな。自分がフォーカスされて相手の足が止まる、そこにナーが入るっていうところがメインになってくるので、うん、まあとはいえ雑に飛び込めばうまくいくのかと言われるとそういうわけでもないですよね。レオナに合わせようと前に出たところをガンクブラックのタルクラウトもそれだけで終わってしまうので、いやこれがその新しい選手に求められるスキルのレベルとしては、判断のレベルとしてはかなり相当難しいですね。あ、やっぱエンゲージって難しいですからね。しかもただのエンゲージじゃないですからね、はい、エンゲージってやっぱ基本的なところでいくと味方がしっかり合わせられる位置関係でフォーカスしたい対象にスキルが当たるのか、これだけなんですけど、うん、今は自分をおとり役としてナーがうまく入るっていうビジョンをイメージしながら戦っていかなければいけない。でそれだけだったらまだしも、はい、ガングプランクのカウンターであったりだとか、あとはダイスが使っているサイラスの、うん、もしメガナーが取っていたらそのカウンターっていうのも全部計算に入れながらやらなきゃいけないんですよ。まあ、正直場合によってはどう上がっても無理っていうシーンも生まれるような難しい状況なので、まあ正直新人に求めることかと言われると絶対理想ではないよねっていうのがあるんですが、やっぱりアクシズがここから逆転していこうと思うと必要になってきますね。なるほど。バーニングコアとしてはどうでしょうね。もうドラゴン今の形でうまくいかなかったのであれば、もうとりあえずソウル1回、まあ、取り切るみたいな。まあ、メンタル的なところがちょっと心配のポイントとしてはあるなと思っていて、狙ったところことは非常に面白いなと思ったんですが、はい、結局やっぱり全くうまくいかなかったじゃないですか、うん、ってなった時にじゃあ切り替えてドラゴンにフォーカスしようか。ただそうするとスワンプのワンチャンスティールがあって、でそこまで行ってしまうとちょっと流れ悪いどうしようかなってなりやすい展開でもあるんですよね、はい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 、じゃあもう一回同じ形でトライしようってなると、まあやっぱりさっきうまくいかなかったっていうところでもう一度うまくいかない可能性も当然ありますよね。しかも戦いに行くっていう判断なので、ドラゴンが取れない上でこう無理に当たりに行こうとした結果逆にやられてしまうとバロンにつながって、もうそれはもう明確に逆転のチャンスですよね、うん、っていうところまで明確に有利なんですよ。バーニングコアとしては今圧倒的有利。ただちょっと先ほどの、まあ、うまくいかなかったというドラゴンがこれどれだけ影響メンタル的に影響しているのかっていうところもありますね。なるほど、まあ、我々はねその神様視点なので1万ゴロスあるなっていうのは明確に分かるんですけど、はい、わからないですからね。そうなんですよね、まあ、ある程度の、ね、こう感覚的に何千ゴールド勝ってるだろうなとかっていうのは掴んでると思いますけれど、ただ意外とやっぱ中盤のところでサイドの1対1での勝ち方だったりミッドの主導権を取りやすさっていうところで思ったより取れないなってなるとこう実際のゴールドより低く見積もってしまうケースとかっていうのも生まれやすいの でこう強気な動きがちょっと消極的になったりとかなってしまったりとか、うん、やっぱりこの辺はロールの難しいところでもありますよね。そうですね。さあ状況としてはバインコは非常に有利な状況ではありますが、アクシズがまあソウルのかかったドラゴンなんとか耐えてと、まあ、オブジェクト賞金も入っていましたからそれで多少ゴールドは戻ってはいるとは思いますが、でも一つじゃちょっと足りなさそうではありますね。そうですね、はい、あと5分でどれだけファームできるのかと。あとはまあ一応そのバインコが安全策を取った前提での話をしましたが、カリスタがいるので、はい、バロンスニークというのも十分可能性考えられるんですよね。そうですね、実際今日はありましたから。しかも、あのタイミングだと20分前後でカリスタ2コアぐらいでスタートしたと思うんですが、もう3コア以上入っているっていうタイミングなので早いんですよ、うん、で結局気づいてスマイトじゃあ勝負しに行くってところギリギリ間に合ったとしてもカリスタの E プラススマイトのダメージは絶対勝てないので、そこも気をつけながら次のバロンを待って、まあ、先ほど言ったような集団戦の形を乗り越えなければいけないと。ちょっとパイクとカリスタでやるには
体力が結構きつそうですね。まあウーコンはさすがに欲しいですね。そうですね。なので FM がやった形ではないですね、間違いなく。3人がっつりかけないとちょっと難しそうですね、やるにしても。さあもう、まあ、ゲーム状況としてはね、まあ、かなり話したのかなと思いますけれども、どうですかパッチ 12.12。 そうですね、まあ、特に B が入ると 12.12B が入ると、まあ、ウーコンだったりセナっていう、うん、ちょっとインチキじゃないのっていうチャンピオンも直されてくれるので、はい、まあ、よりメタに変化があって新しいものっていうのも増えてくるのかなとは思うんですが、まあレッドサイドがちょっと振りすぎないっていうのは緩和されたっていう意味でいいパッチだったかなとは思いますね。あ、確かにそのとりあえずルシアンゼリ固定みたいなのはなくなりましたね、うん、でウーコンバンしたいんだけど他のチャンピオン1体入れるとウーコン渡さざるを得なくてみたいなパターンも減ってきていますよね。でもやっぱりウーコンってなんかこう飽きやすいですね。そうですね、まあ、代わりにセナが出てきたりとか、はいはいはい、セラフィーンがまあチームによって優先しなきゃいけなかったりとかっていうところも一応ありますからね、うん、ただやっぱり B でもっとこうバランス良くなってくるかなって感じはしてますね。なるほど。まあセラフィーンとねベルベスは残念ながら今のところ、まあ、ベルベス1回バンか。そうですね、はい、セラフィーンもまあ一応バン、うん、ただ、がしてましたね。アムムが出てきましたからその代わりに確かにあれ見れてよかったですね個人的にはまあある意味一番見たいチャンピオンだったかもしれない。カリスタ・アムムか、ワールズだったらなーっていうちょっとね思い出しながら見てましたけど、うまく成功させましたね。アムム強かったですよね。強かったですね。エンゲージ系のサポートの括りで考えると、はい、一番こう一方通行寄りのチャンピオンなんですよ。いやでもそれがやっぱりカリスタで回収されちゃうっていうのはね。そうなんですよね、まあ、レオナのノーチラスであればこう W によってある程度自分の硬さを担保ってできるじゃないですか。でもアムム全くそういうスキルがまあ一応あるっちゃあるんですけど足りないっていう部分がある、うん、その弱点をカリッサで回収してもらって、しかももともと豊富9、2発にアルティメット AOE 3回収してもらってからもう一回ドックアップですからねそうですね。どんだけ CC があんねんって相手からしたら本当思いますよ、ね、まあ1個カリッサですけどねまあそうですね、はい、だから一応カリッサ前提ですよね。割とそうなのかなっていう感じはしてますが、場合によってはまあ縛られないのか。例えば、はい、あの今ガリオって結構強いチャンピオンなんですよ。ただ組み合わせるチャンピオンがメタの中にあまりいないっていう弱点が少しあるんですが、アムム合いますよね。ガリオアムム。でもアムムは別に落とされていいじゃないですか。まあもうガリオ入るんだろうね。ドーンでバーンしたところにドーンまで入ってくれればもうアムムの仕事はもう終わりなんですよ。あとはもう親指立てて沈んでいきたいから、あとはもう本当に黒い画面の中でただその集団戦の行方を見守るだけでいいのでそうですね、そういう意味ではそういう運用ミッドでガリを使いたいチームってあると思うんですよね、構成的にも。まあ友情とかそうですよね。そうですよね、はい、ただやっぱり合わせるチャンピオン、まあジャーバンなんかメタに全く出てこない。カミールはいるにはいるんですけど、やっぱり使えるシチュエーションプレイヤーっていうのを選ぶチャンピオンですよね。なるとまあなかなかねっていうところがある中で、まあそういう組み合わせも出てきても面白いかなと思いますけどね。なるほど。アムのまあ使いどころがちょっと増えてるんじゃないかということですね、まあ、あとまあ今日結局バンされてるのと出てないのとあるんですけど、ベルベスはなんかこうどうなんですか。なんかチャンピオンとしてはやっぱキャリータイプの、そうなんですよ、なんか CC としてもまあノックアップがありますけど、なんかどっちかというと、まあ、やっぱ他にフロントいてこそなのかなみたいな。そうですね、結構個人的なイメージとしてはちょっとマイルドなカジックス。あーなるほど。一応ガンク要素もあるじゃないですか、はい、ただやっぱり、まあ、本命で強いのは、まあ、タイマン性能の強さであったりだとか装備ができてからのキャリー能力ですよね、うん、なのでピーキーなんですよね、扱いづらい。でこれに合わせようとするとやっぱり基本的な考え方としてはミッドにフロントや CC が豊富なチャンピオンとベルベスを合わせるって形がまあ一番しっくりくるのかなと思うので、うん、まあ、それこそガリオなんかっていう話になってくるかなと思うんですが、どうなんでしょうね。だからベルベスとこう相性のいい組み合わせが見つかり出すとセットで取られてっていう運用増えてくるかなと思うんです。例えば一時期こうキンドレッドジャングル使われてはなかったけど、ミッドルールが出てきたことによってグッと評価上がったみたいな時期もあったじゃないですか。 ありましたね、うん、ああいった形で、まあ、ミッドかどうかは分からないですけど何かしらこうコンボピックであったりだとかっていうのは見つかれば出てくるかなって感じがしますね、うん、なんか成功している試合見るとやっぱそのサポートにねやっぱりタンクがいたりとかっていう試合だったなという印象はあるんですけど、うん、そうですね。どうですか、なんかこう合いそうなチームとか
LGL だと、まあ、やっぱりそれこそやっぱアクシズはミッドもユーティリティ系のチャンピオンを使えるプレイヤーで、ジャングルにキャリーも得意なスワンプがいるので、アクシズなのか、意外と FM とかも強いと思えば使ってくると思いますね。なんか各ジャングラー確実に試してはいそうですよね。うん、これだけ話題になってますから、やっぱり今がこう集団戦にかなり寄っためたであるというところで、ジャングルにその柔らかめのハードキャリーってちょっと重いよねっていうところがやっぱあると思うんですよね。なので明確な強みがない限り、別に集団戦に寄せた構成でいいじゃんっていう風なチーム判断になりやすいのかなって感じはしてますね。ミッドにセラフィンを置いて、はい、ジャングルにベルベスを置いて、うん、ボットにカリサとアームを置けばいいんじゃないですか。はまあありだと思いますね。今たまたま話に出てきて全部組み合わさったらなんかいい感じになりそうだなと思ったんですけど、ただまあそんな取れるドラフトあるかなっていう感じもちょっとありますけどね。あとトップに硬いのもいます、ね、まあ、もう一体置いてセジュアニとか、はい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 、はい、それはでもセジュとの組み合わせはどうなんですかね。あ、なんか強そうですよね。そういうのでもしかしたら出てくるかもしれないですね。ああ、ベルスどこかで、まあ、出てくるとは思いますよ、どこかで。まあ番にもね、報道は出てきていたので、うん、やっぱりそのキャリータイプのジャングルに渡すと怖いチャンピオンのうちの一体にはなってますよね、今ね。そうですね、はい、あとやっぱどこまで行ってもソロ級では見たことあっても、競技的な運用っていうのはなかなかやられた経験まだないと思うんですよね。そうですね、それ練習できるかどうかもありますよね。そうなんです、だからやりたくはないけど、うん、やられたくもないんだよねっていう、もう典型的なチャンピオンでもあると思うので、それはあれですよね、ブルーサイドもレッドサイドもバンし始めるやつ。そうですそうですそうです、一番めんどくさいやつじゃないですか。でもしかするとどこかで使えないチームは両サイドでバンしなきゃいけない。あー、でもありますね。1回使って成功したチームはこうバウアークを強制できるみたいな流れにもなってくる可能性ありますね。1回使って勝つとドラフトでめっちゃ有利取れる、ね、めちゃくちゃ有利だと思います今のメタ。そういう意味で言うと、なんかさっきカジックスみたいなチャンピオンって言ったんですけど、マスターイーっぽさもあるんですよ。なんか当初から言われてますよね、なんかそのキャリータイプ で、ね、なんて言うんでしょう、 W も似たような形を持ってますし、スキルのあれが違いますけど、だからそういう意味で言うと、まあ、それこそ本当にミッドルールがあんまり強くないんですよね今。そうですね、まあ、でも出てくるのはミッドルールとかベルベスタリックのファンネリングとか強そうじゃないですか。地獄のサモナーズリフト始まりますか、ね、タリックの避けれないですよ、ブリングで当ててくるんでそっか、でそれ当たったらノックアップ確定じゃないですか、はい、でだったら9もう1回確定なんですよ。強いですね、なんか強そうだなって感じしますよね。でヘラルド取ってで3分間タワーダイブ、タリックレベル6位だったら、うん、ミッドレーダーと引き連れてボットレーでタリックアルティメットでタワーダイブしてくるんですとかもあったら、まあ面白いなと思いますが。そうですね、いろいろそういう意味ではこう組み合わせ考えられそうなチャンピオンにはなってますけど、うん、可能性は秘めているのは間違いないと思いますね。どっかがなんかチーズみたいな形でね。そうなんですね、やっぱりちょっと尖ったチャンピオンなので、尖った戦術が組み合わせると強いですよね。そうですね、まあ、今日これで、まあ、DFM なんかね、カリスタームちょっと怖いなっていうドラフトニューは握ったでしょうね。間違いないと思いますね。さあ、それで皆様大変お待たせいたしました。ゲームの方再開したので見ていきたいと思います。試合時間は30分になる手前ですね、今ちょうど30分。ゴールド有利は先ほどお話ししましたが、オブジェクト賞金が少し入ってアクシで取り返しましたが、それでもバーニンコアが9000ゴールドほどの有利を握っています。ドラゴンボム3対1。ただ AD キャリーのビルド差というところではかなり詰まってきてますね。そうですね、3コア完成してますね。貫通アイテムこそありませんが、インフィニティエッジができていると。夕日がこれストップウォッチ購入してますから、次のファイトかなり重く見てますね。そうですね、こうなると先ほど話してたようなメガナーがじゃあ決まったとしても、ストップウォッチ時間を稼がれて逃げられてしまうんじゃないかっていうところまでちょっと見えてきますよね。そして、まあ、セナもそうなんですが、このアンブラルグレイブのパイクの強さ、視界スコア見てください、128って何ですかあー、しかもその視界のコントロールを生かしてスイングバロン始めましたね。はい、ルーザーがリバーを見張っているウルトラショックレーザー、さあ確認はできました。コントロールワードも置いた、半分ほどでストップです。フローレスも体力かなり削れた。さあ一度リセットを見て、一気にイエローヨッシーがボットをプッシュ、ミッドはレイファーキーが見ています。タワーを押し付けて入っていくところ、ダイスが止めてはいますが、いいダメージだ。サンチュ
これでリバーに入っていってスカトルを取ることができます。アクシズ、そろそろどうですか、メグミンもスリコ入ると。ただレイファーキレベルが圧倒的なんですよね。17レベルですよ。4つアイテムも完成して AD350 って書いてありますねこれでクリティカル終わりますからこれ見てみたいんですが、見た瞬間にゲーム終わるだろうなというのが、はい、やっぱりこの樽がアクシズとバックライン入った時のダメージですね。そうですね、人が本当に消し飛ぶでしょうね。でも産地もいいダメージなんですよ、ウルトラショックレーザーこれだけ出ますから。あ、で本当にこの産地が DPS を出せるというところまでいかに持っていくかですね。うん、さあやはりドラゴンの勝負になるでしょうか。残り1分10秒ほどです。サモナースペルもお互いほぼ全て携えてということになるでしょうか。あ、ただメグミンにゾーニャまで入りましたね。あ、本当ですね。これで集団戦に相手接敵されたときにかなり対処はしやすくなりますが、あとはこう前のめりにダメージ出しに行ったとしても反転で相手が入ってきたところにゾーニャに対応できるというところがあるので、こうサンチュだけに任せずにメグミンも前のめりにダメージ出しに行くというところも可能になりましたね。さあボットはレイファーキーが抑え込んだ。リバーに合流、視界がないところからの樽も怖いですよ。ボンスキーは伸ばしつつウルトラショックレーザーをなんとかポークに使っていきたいんですが、うまくかわしている。もう一度ミッドミニオンのぶつかり合いからレイファーキーがこれ樽構えてますね。ソーラーフレアはダイスにスロー、ゼニスブレード届かせたグレーシャル展開ですが、うまく逃げていく。ローズがこれは引っ張られてしまった。皆さんからの吸収でそのまま1キルです。サンチュアルティメットを展開しながらオートアタックはできている。ダイスここで無敵になって時間を稼ぐ。あー、タルが決まった。そしてメガナ返していますが、生き残っているのはメグミンのみ。トリプルキル獲得はレイファーキーだ。アクシズとしては先ほど話していたオズカが仕掛け役になって起点を作るっていうところはできてたと思います。ただダメージ出しに行った山中に樽当たっちゃったんですよ。その瞬間今体力6割ぐらい持ってかれましたね。それだけで戦えなくなってしまった。戦えなくなりましたよね。さあリプレイです。まずオズカに注目していきたいんですが、まあ、イエローヨシカが合流してきたタイミングでもう本当に仕掛けのきっかけとなるような、いや6割7割近く持ってかれてますね。ダイスもギリギリで耐えて、ここからはダイスが前に出て体力が危なくなるとストップウォッチでこううまくアグロピンポンしながら3中に狙いをこう定めさせないというような形での集団戦見事に刺さりましたね。ダイスが瀕死からの乗っ取ったメガナ完璧でしたね。ダメージ量が一斉攻撃もありますけど6700ダメージレイファーキーサポートだったら1試合分のダメージですね。さあオーシャンソウルも獲得しました。バロンも取れていますね。バニコはここからはまあこのバロンでやはりインヒビターまではしっかり取っていきたいですよね。さあレイファーキーが押し込むレーン、ジャングル中の視界も取っていきます。うまく隠れたところからレイファーキン CC 当てました。素早くフラッシュアウト、ゼニスブレードオズカ登りますか。フローレスここは旋風、いやタルが痛い。オズカ無敵になった後逃げ延びられるか。もう一度タルの連鎖、一斉砲撃、入ったところにダイスが飛び込んでいってバーフロストから一気にバースト。ここもレイファーキーダブルキルだ。フローレス前のめにタワーのアグロは一度無敵になって切りつつタワー破壊に成功。バーニンコは横からルーザー見ているぞ。ダイスもちろんラッチ当ててのタワーダイブ、そしてゾーニャ山中瀕死の状況、樽の連鎖を狙っていました。ここは破壊に成功、ただ戦える状況ではありません。ルーザー思い切ってのフラッシュインボースケは当たっていませんが、インヒビダー獲得はバーニコア。ミッドレーンにもう一度切り替えていきます。さあハートブレーカー乗っ取ったダイス、ここは
アクシズミッドのインヒビター守ることはできそうです。リプレイ、ここアクシズいい仕掛けでしたよね。レフ脇のフラッシュを落としたのでチャンスになりそうな場面だったんですが、大塚の仕掛けにこれリファーキーがとどめを刺して、しかも一斉砲撃からこれサイラスがメガナー使ってますよね。いやーやっぱ痛い、めちゃくちゃ痛いですね。めちゃくちゃに痛いですね。山中めぐみんもこう殴れる範囲でダメージ出そうとはしてるんですが、同じ秒数で出るちょっと火力の量に圧倒的な差がありましたね。いやこれレイファーキーの DTM また伸びますよ多分1位なのにもう今ですら、はい、結構圧倒的に1位ですからね。ガーディアンエンジェル完成している。おっとルーザー見つけたが、ここはストップウォッチで回成功。これでお互いサポートのストップウォッチなくなりました。追撃のボール投げ機入れてはいるんですが、安全儀でかわして、ゲームを使ってかわしています。フローレス、トップのプッシュはダイスが行う。インヒビタータワーの破壊に成功。他のメンバーでミッドプレッシャー、イエローヨッシー、メガナーゲージがありません。ソーラーフレアからゼリースプレード、ここは届かなかった。そして飛び込んでいくのはフローレス、アルティメットからここは復活できるタイミング。タルデマ、またしても吹き飛んだのはオスカー。そして夕日が前ステップからイエローヨッシー見ているぞ、ラチが当たればというタイミングでしたが、ここは届かなかった。ただし無敵が切れたタイミングで夕日がしっかりと引き裂き込んでキルを獲得。またタワーダイブラダイス、乗っ取ったメガナ、ここも使用していく。そしてゾーニャでまたしてもタワーラグロを切り替えて、サンチ前のめりになりますがフラッシュアウトでダイス生き残ることに成功。そして偽りの発砲はなんとか一度かわしたんですが、オートアタックのダメージもとてつもない。レイファーキーもう一度、いやここは夕日がとどめを刺しました。エース獲得からネクサスへ、勝利したのはバーニンコアとなりました。バーニングコアのまずパイクを取るという面白いドラフトから始まったゲームではありましたが、綺麗なスノーボールでしたね。そうですね、ボットレーンのところは、まあ、マッチアップ有利生かしつつジャングラーのカバーももらってというところで確実に有利を広げていって、だやっぱりトップレーンがレイファーキー、ちょっとレーンフェーズが強すぎますね。パワープレート4枚削ったのにヘラルト使ってませんからね。使ってないですね。そうですよね、はい、取れませんでしたからね。でなんならカリスタがいるので結構そっちに一斉砲撃も見る場面があったんですが、ジャグリソースも基本的にはボットにやっぱり使ってましたね。一度だいぶアクションにもらってはいましたが、強いですねレイファーキー。強い、やっぱりこのメタが合ってるんですかね。それだけでもないと思いますが、まあ、メタが合ってるというのも間違いないですね。最後の集団戦です。この集団戦の直前であったこうダイスとのスプリットプッシュで相手を揺さぶって、で2つタワーを取って安全圏を獲得してからのフローレス一気の仕掛け。レオナに1050ダメージ入るんですね入っちゃってましたね、はい、タルで。本当に仕掛けがやっぱり先手先手取っているところが綺麗なので、サンチュが反転してダメージを出していくタイミングっていうのは全く作らせてもらってないんですよね。ゼリーでこう機動力はあるので相手の攻撃かいくぐることはできるんですが、なかなかこう攻撃ができないという集団戦が多かったですね。あとやっぱり変わる変わる、まずタル警戒してそれなくなったと思ったら次サイラス突っ込んできてっていう形で、変わる変わる相手が飛び込んでくるので、同じ対象にこうダメージを集中させて落として落として落としてっていう形を作らせてもらえませんでしたね。さあそれでは現在ゲーム MVP 投票ツイッターにて行っております。ぜひ皆様ご投票ください。さあそれでは続きまして、本日の最終試合ゲーム4、ラスカルジェスター VS クレストゲーミングアクトとなりますが、一度インターバルです。インターバルで試合のハイライト、選手インタビューもございますのでお見逃しなく。それでは一度失礼いたします。